小野の一人ねっと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 お蔵入りちょっとバッタ、はい、時刻は11時を回りました。決して生放送ではないんですけれども、はい、この動画はですねオンエアのネタこうネタタタタタタのコーナーで読まれなかったメールを私小野が選び紹介していくコーナーでございます。6月27日のお題は100人中1人ぐらい騙せるような嘘をついてくださいというお題でした。じゃあ読んでいきたいと思うんですが、ちょっと今日いいのが多くて、はい、ちょっと多めですけども、すいませんテンポよくいきますので、いきましょう、はい、では参ります。ラジオネーム気になるパンプキン、100人中1人ぐらい騙せるような嘘をついてください。黒柳徹子と近藤真彦は本当の親子おだからあんだけ呼ぶんだよねきっと。黒柳さんって呼ぶイメージありますよね。あの裏はもうお母さん、そう、うん、お母さんっていうのと一緒なんじゃないですか、うん、はい、1人ぐらい信じそうです。続きましてラジオネーム豆腐小僧、100人中1人ぐらい騙せるような嘘をついてください。おぎママは空手の達人そうなんすか、せいなのよそ, うそう言うかな、うん、その時もその口調なのかな。脱いだらもうバッキバキだ。怖っ。ケシュ。ちなみに豆腐小僧さんって、はい、あのジャンクとかオールナイトニッポンでもよく読まれてる。そうなんですか。深夜ラジオガチ勢ですよね。はい。ナイナイさんのメルメルかセイノかどっちかで読まれてます。うん、そう、なんか最近流れ込んできてるんですよ。結構仕分けしながらドキドキしてるんですよ。ガチ勢が。へえ、いや、あ、そう、いや、やっぱ面白いですもんね。そうなんですか。いや、ありがとうございます。ラジオネームケンケンペインさん、はい、この方も、100人中1人ぐらい騙せるような嘘をついてください。来月瀬戸内寂聴がヌード写真を発表します。ダッソー、ダッソーじゃない、うん、アートとして、アートとしてね、ね、ある、うん、いやもう浮かぶもん、うん、あ、マジでってし、そのまま持って帰りそう、うん、買います。え、買う？秘書の若い方いるじゃないですか。あの人もなんかでこう一緒に写ってる可能性を信じて、すごい、ペアでペアでね、うん、買いたい、つい、ね、師匠が脱いでからついで、うん、あ、でも写りなさいよって言ったらなんかもう入って、ね、なるほど、あ、いいね、その、うん、じゃ師匠の後ろ側に裸でこう、弱調師匠なりそうじゃないありもしれえもの勝手に妄想して、妄想して、あ、そうですね、はい、面白い、いいのいただきました。続いてちょっと終電まんじさんを3つ紹介させていただきたいと思います。はい、ちょっとこれ、うん、テンポよくいきますね、はい、はい、ラジオネーム終電まんじ、続けて3ついきます。100人中1人ぐらい騙せるような嘘をついてください。80歳を過ぎたら全裸で出歩いてもギリセーフそんな感じ。続いて100人中1人ぐらい騙せるような嘘をついてください。アリにお酢をかけると死ぬ死にそうです、ね、死にそうだよね、続いて100人中1人ぐらい騙せるような嘘をついてください。ケイン小杉は服役中最近見ないけどじゃないんだよね。浮かびますもんね。なんかね、なんか悪い子ちょがしていない。手を出したのは向こうじゃからみたいなことで。マジだ。はい、ちょっと、うん、いいのがあって、まだ実はどうしようか迷ったやつあるけど、ちょっと行っちゃおうかな。うん、ちょっと年齢を。多分このこっちとはまたちょっと系統の違う、毛色が違うやつ2種類紹介させていただきますので、はい、ラジオネームウーマンボウさん、100人中1人ぐらい騙せるような嘘をついてください。
ルッコラを食べると怒りっぽくなるんですって。ロークラー。あー、うまい。うまいですね。うまい。ちょっと全然ジャンル違う戦い方してくれてますね。はい、もう一方いきます。こちら最後ですね。こちらの方はいつも手書きで送ってくださる佃煮さんでございます。100人中1人ぐらい騙せるような嘘をついてください。牛の中には食べてすぐ横になって牛になった人が含まれているんだよ。そうなんですよ、ね、たまにだから我々も、はい、いただいてるかもしれないですね。というね、いや本当にいいのが多いのでちょっと今日多めに紹介させていただきます。最後2つ心温まりますね。そうそうなの。なんかでもちゃんと味わいたいじゃないですか、はい、ちょっとだから、うん、まああえてこの中に入れるのを迷ったけど、まあ、分けて紹介したらね、うん、いいですよ。本当にいいですよ、はい、うん、ありがとうございます。さあということで、来週7月4日のお題です。親が宇宙人の人のあるあるを教えてください。このお題面白いですね。ね、いろんなお題があるような気がしますけども、はい、それでは私挑戦してみたいと思います、うん、親が宇宙人の人のあるあるを教えてください。普通のグラサンをかけるとジャンレノチックなグラサンになる。こっちちょっとこう黒目がはみ出して、うんうん、普通のなんだけど、うん、ちょっとこう、こうちょっと鼻眼鏡っぽい感じのね、うん、目の方がでかいですか。そうそうそう、そういうイメージ、うん、はい、うん、ある宇宙人のその子供たちはあるあるあるって言ってくれていることを願いながら、はい、はい、ということで。いいですか。この辺です。はい、ごちそうさまです。別にちょ大丈夫ですか。ちょ、なんか思いついたのちょっと参加してみたいみたいなないですか。あ、全くないです、ね、な全くないんだって。私やることあるんで。あ、いや早く終わるじゃないよ。、はい、いや遅くまですみません本当に。いえいえいえ、はい、ということで、毎週土曜夜7時30分から、やっておりますので、土曜はどんどんネタタタタのコーナーぜひたくさん送ってください。よろしくお願いします。